トヨタの北米法人は2024年8月13日現地時間に2024年モデルの新型タンドラを発表しましたタンドラは1999年に初登場したフルサイズピックアップで主に北米やオーストラリアなどで展開されていますフルサイズ SUV のセコイアとプラットフォームを共有し トヨタの大型車の一つとして位置づけられています。現行モデルは2021年に登場した3代目で、15年ぶりに全面刷新されました。フレーム構造が新しくなり、TNGAGA-F プラットフォームを採用。リアサスペンションはマルチリンク式となり、牽引性能やハンドリング性能、乗り心地が向上しています。 パワートレインには3 5リッター v 型6気筒ツインターボ i フォースエンジンとそのエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド i フォースマックスが用意されていますトランスミッションは重速 AT で駆動方式には FR 後輪駆動とマルチテレインセレクト搭載の 4WD が選択可能です ボディサイズは全長5 9 3 3 6 4 1 4ミ、mm、リメートル。全幅2 0 3 7 2 0 7 3ミ、mm、リメートル。全高1 9 6 9 1 9、mm、8 1ミリメートル。ホイールベースは3 7 0 0 4 1 8 0ミ、mm、リメートルと、堂々とした大きさです。エクステリアデザインは、 大型のハニカムグリル薬サビ形のヘッドライト大きく張り出した前後フェンダーにより筋肉質でタフな印象を与えます上級グレードにはグリルやドアミラーカバーサイドモールにメッキが施され存在感が一層際立っていますインテリアでは水平基調のインパネに14インチの大型タッチディスプレイを配置し 一部グレードにはウッドパネルやステッチ入りのレザーを使用することで高級感を演出しています。また、トヨタセーフティーセンス2.5や牽引支援のパノラミックビューモニターなど先進の安全機能も搭載されています。2025年モデルでは機能がさらに向上し新たに TRD ラリーパッケージが追加されました。 このパッケージは砂漠を駆け抜ける馬ハ船レースにインスパイアされたもので赤、オレンジ、黄色の象徴的なアクセントが施されていますエクステリアには専用センターキャップ付きの18インチ TRD オフロードホイールにオールテレインタイヤビルシュタイン製ショックアブソーバー専用スキットプレートが装備され 走破性と堅牢性が強化されています。インテリアには、シートやインパネに3色のアクセントがあしらわれ、ソフトテクス、素材が使われており、質感の向上と特別感が演出されています。その他の機能装備としては、多機能マッサージ機能付きシートが上級グレードに新たに設定され、 インフォテインメントディスプレイで上半身、下半身を個別に調整可能です。駐車中や走行中に使用できるこの機能により快適性が向上しています。また、ニーリフト付きのパワーテールゲートや Y ・ FI トレーラーカメラも新たに追加され、利便性と安全性能が向上しました。価格については、 発売時期が近づくにつれて発表される予定です。